持ち上げて。どうも。Welcome to TGK Light Up TV。はい。来ました、ついに。今ここに隠してます、今。ついに来ました。ついこの前ではないな。結構前でもないな。この前この前まあゴールキーパーグローブ、ね、を選ぶための2つのポイントっていう動画を上げさせてもらったんですけど、まあそこでいろんなグローブ紹介しました。でまあそれを参考にですね、いろいろグローブ選び助かったよっていうお声を結構いただいたんですけど、そのコメントの中にですね、はい、こんなコメントがありました。はい、エレボス皆さん知ってますか？エレボス、はい、エレボスっていうキーパーグローブのメーカーがあるらしいんですよね。でそれがあるっていうかできたらしいです。ツイッターでその情報が流れてきました。で私もまあ、キーパーの人っていうか、まあ、キーパー出身なのでキーパーグローブめちゃくちゃ大好きなので、ちょっとね気になってました。でちょうどそういうコメントもあったので、そうだレビュー動画を出そうと思って買いました。 Amazon でプライム会員なので、その買った商品こちらです。エレボス、こんな感じです。でこのエレボスのサイトがツイッターの方にリンクで貼ってたのでちょっと覗いてみました。でそしたら日本唯一のキーパーグローブメーカーって書いてあります。確かに日本のキーパーグローブメーカーってあんまない、あんまってかないですよね。地下暗黒の神、エレボス誕生、かっこよくないですか。ざっとですね説明します。エレボスという日本唯一のゴールキーパーメーカーとして産声を上げたのは2018年、今年の7月ですね。日本人が日本人のためにゴールキーパーグローブを作るのは異例だみたいな感じで書いてあります。で今回買ったグローブがこのピンクなんですけど、エレボスミドルモデルダークスーパーソフトグリップ、ダークネススーパーソフトグリップっていうグローブになります。ちょっと開けていきたいと思います。いや、 やっぱ新しいグローブってテンション上がりますよね。まあ、ちゃんと入ってる、これケース使えそうな感じですね。いや、なんでピンクにしたかっていうと、トップモデルを買ってもよかったんですけど、自分が使うって考えた時にやっぱりねピンクがいいんですよ。ピンク大好きなんで、もうピンク信者なんで。かっこよくないですか、真っ黒な感じ。確かに何でしたっけ、なんて書いてあったっけ、地下暗黒の神って感じ。もう真っ黒ですね、真っ黒の中にこうピンクの、まあ、ロゴっていうんですか、ロゴが入っててこういう形ですね。はい、こんなです。かっこいいな、真っ黒だ。ちょっとつけてみますね。ゴールキーパーあるあるなんですけど、新品のグローブの匂いっていい匂いしません？めっちゃ好きなんですよね。で、ここですね、バンドのところ、リストのところはまあこういう形でシングルラップですね。で、まあここすごいスベスベの素材でできてます。ここなんか1枚でこういう感じでできてますね。ここですね。ここが高性能のネオプレン素材を使用、強度があり、耐熱性や耐寒性にも優れているって書いてあります。
ちょっとつけていきますね。ああ結構手首はわかるかな、細い作りになってますね。結構タイトですね。あおお、サイズもぴったりですね。自分7号とか基本的に7号なんですけど、なんか指とかが長いやつに関しては結構余ったりもするんですよね。7号でもこれ結構ぴったりです。ここまで指来てます。めっちゃぴったり。さすが日本人のために作るってだけありますね。サイズぴったりです。で手首もこんな感じでぴったりな感じですね。あーこれいいかもしれない。何がいいって、すごいな、あったかいあったかい、なんかあったかい。なんか今からこう結構寒くなる季節じゃないですか。ちょっと情報つけよう。寒くなる季節でキーパーって寒いですよね。外でキーパーとかするときって、まあ、動いてるんだけど寒いから、これ手が冷えたりするとボールキャッチ痛かったりとかするから、これいいかもしれないな。で中にシリコン入ってます。これしかもなんかこうスプレーも、一応サッカーさんのスプレーも今私トレーニングでつけてるんですけど、そのスプレーものシリコンとはまたちょっと違った感じのシリコンですね。かっこいい、かっこいいな。すごいフィット感ですね。ここなんかあんまり余りがないというか、こうもうぴったりこう手のひらにこう沿ってできている感じですね。で指のところも本当に中にシリコンが入ってるんで、あんま中ずれがしないですね。中ずれがしなくてもうぴっちり、親指もそんなに余ってないな。すごい指の長さとかはちょうどいいのかもしれない。小指がじゃ、まあでも小指も先っちょまで入ってるな。すごい、こんな感じですね。カットはこれ HO の月光カットみたいな感じになってるのかな。こういう、わかるかな、こういう感じですね。こういう感じです。でここにゴツゴツしてるこうパンチングするようなところがありますね。はい、すごいな、すごい、確かにピタッとひっつく感じあるな。そしてあったかいあったかい、これからの季節にぴったりな感じですね。ちょっと今日フットサルの練習行くので、私フットサルの練習でがっつりキーパーの、サッカー用のキーパーグローブつける派の選手なので、ちょっと今日これ練習で使ってみたいと思います。しがしの広めんな広めんな彩香さんです、申し訳ありません。はい、手見してください。右手にエレボス、どっち、こっち裏向けて、はい、このフットサル用とサッカー用ですね。はい、どうですかこのピンクのかっこいいやつは、つけ心地、あ、いいそうですこんな感じです。そうピンクが好きなんで靴もピンクです。ピンクピンクです。さあ今からシュート練習ですね。ちょっとフットサルだけどキーパーのグローブ使ってます。エレボス、フットサルの人は素手でやったりもするんですけど、ウエイシュウエイウエイウエイ、
ットサルの練習から帰ってきました。エレボス使った感想は、やっぱりすごいフィットします。手にあのフィット感がすごい高いから、キャッチする時の感覚とかもすごくいいですね。パワーがそのまんまこうボールに伝わる感覚はすごくあります。スーパーソフトグリップっていうことなんで、まあ、練習でも使えると思いますし、あとは全然試合でも使えるような、まあ、グリップの質だなっていうふうに思いました。しっかりねキャッチすることできました。で、あの今日フットサルだったんで、まあ、パンチングする機会はなかったんですけど、まあ、ここのパンチングゾーンもしっかりカバーされてますし、あとはまあ何よりデザインがかっこいいですよね。黒ピンクって結構かなりあのかっこいい組み合わせだと個人的に思ってます。でやっぱピンクっていいですよね。はい、っていうことなんで、 あとはエレボス、あとジュニア用の青いグローブと、あともう一個上のグリップの一番上のトップモデルのゴールドだったかなの グローブとかもあるみたいです。で販売はAmazon で行ってるみたいなので、もしね気になった方がいればぜひグローブ買ってみてください。すごく使いやすくていいグローブでした。私これまあフットサルの時にでもつけて試合に出てみたいと思います。はい、もし気になったらどうぞ買ってみてください。はい、ということで今日の TGK ライトアップ TV はここまで。また次の動画で会いましょう。バイ、 See ya。